お客様ヘイルシュイ長塚拓磨と申します。名乗った方がいいですか？名乗った方がいいです。放送事故かなどうしたの？何かあったの？なんか始まる前に、うん、コメントとかで、うん、今日は長にゃんがしっかりする回かとか、うん、言われてて、うん、なんかまるでいつも僕が変な感じになってる、うん、いや今まさにそれよあ、いやそうじゃなくて、うん、今まさにそれだけど大丈夫？いやそうじゃないと思っていて、うんうん、だからなんか今日はちょっと本当いつも通りの感じでなんかちょっと静かにしようかなって思ってます。あーそっか怖いな先月いた、うん、行ったでしょ。僕ら3人でやっていた。あ、いたか。久しぶりにラーメン軍曹が出てきたやつ。あ、それ先月。そう、先月。もうさ、わかんないよね。忘れてた。なんか時間がわかんなくなった。あ、時間が。そうそうそう。時間が、そうっすよね、うん、あ、まあ、なんかまたこのダウナーモード入ったけど急に気づいたかのようにこれはこのコンセプトは、うん、先輩がいる時です。あーなるほどね、はい、え、じゃあやっぱこういう感じ。あ、それもいいんじゃない。あ、それは逆にいいんじゃないかな。あ、マジ、うん、怒らない。なんか怒る、もうベクトル超えちゃってるよねあ、うん、変な人がいるなみたいななんか怒るってさ、やっぱさ、なんか舐めてんなとかじゃん。でも慣れてるとかじゃなくて変な人いるないあー変な人がいるってなると思うよ、先輩が見ても、うん、大丈夫だよ。そうそうそう、声優界そういう感じある、うん、あ、そうですかやばいな人生を生き抜くコツだってないよ。知ってたらこうはなってませんよそうね、本当にね、うん、下手くそな2人集まってるからな、人生を生き抜くから。いや、てかね、まあ、番組だからさ、うん、多少はこうやって喋んじゃん、うん、現場の長塚さんマジ喋んないかんね。喋らないね、本当に、うん、誰とも、うん、本当誰かと打ち解けてるの本当に見たことないそうよ無理よ。サイド M のさ、アニメ撮ってた時もさ、うん、まあ、俺も人のこと言えないけどさ、うん、あんた馴染めてなかったよね。いや、サイド M はでも排除で撮ってたから排除で喋ってたよ。そうだよ。いや、そうだよ。あとさ、なんかさ、たまにさ、うん、そのアニメ当時のさ、うん、頃のさ、なんかオフショットが、うん、番組でもしかしたら使うかもしれないのでみたいな感じでさ、うん、たまに言われんのよ、その当時のプライベートで撮った写真ありますかみたいな。おー、ちょっとあればちょっと送ってほしいですとかって、マネージャーとかにさ、たまに言われるんだけどさないの俺でも最近ちょっとね、自炊欲ちょっと来てるから。あ、そうですか、うん、だからカップラーメンもあんま食べないんで、うん、あれは食べたの？食べれるの？あれは、うん、美味しくないよね、絶対。うん、美味しくはない絶対さ、もうさ、見た時にさ、うん、なんか新宿の道の端かなって思った、うん、あ、ゲロね言うなこらみんな優しいんだけどね、うんうん、どう見てもゲロじゃん、あんなのやめろやめろ。でもさ、うん、俺のことを応援してくれてる人はさ、みんな優しいからさ、うん、リプラン見てもさ、うん、8割9割すごいですねって褒めてくれんの。あだから俺も頑張ろうって思う、うん、いやでもいいと思うよ。やっぱさ、 SNS ってさ、なんかマウント合戦みたいになっちゃう時あるじゃない。そういう時に堀江さんの自炊スイート見ると、ああ安心するわ下には下がいるんだ、下には下がいるんだ、なんてこと言うんだよ。大丈夫大丈夫、自分全然いいやってなるからね、うん、でも本当に自炊というか料理を作るに際して本当に悩みがあって、うんうん、何やっても汁が出てくるのよ気持ち悪いいやマジで本当にどっから出てくるのか分かんない汁が、うん、びっちゃびちゃになんかどっかから出てくるのよ。気持ち悪い。あれ何、どんだけ火通しても、うん、蒸発しない汁が。いやもうさ、炊飯器で作るのやめたら。炊飯器では作ってないよ別に。あれ炊飯器で作ってなかったな。炊飯器に盛り付けてんの。盛り付けてんの、なんで。だってでかい皿ないから
いや鍋で作ったらじゃあ鍋のままでいいじゃん。炊飯器に移す必要ない。え鍋ないもんだって。じゃあどうやって作ってんのよ。フライパン。じゃあフライパンのままでよくない。えでもフライパンだと冷蔵庫入んないじゃん。いやもうティファール買え。それがもうあのタッパーみたいなの買え。いいなんでさ、うん、これ俺がさ、うん、今あるものでさ必死にやりくりしてんのにさ、うん、そうやって簡単に言うよねカニは。炊飯器に盛り付けるのは良くないってでさ、うん、ポテトサラダもさ、うん、あれね味しなかったの。え味付けしなかったの。したよ、うん、正直マジ死ぬほど入れたよ。マヨネーズも死ぬほど入れたし、うんうんうん、ツナも入れてさ、うん、あとまあミンチの肉とかもなんか塩コショウで炒めたりとかして、うん、もうしないわけないのよ味が、うん、無味マジ味覚障害がどうとかじゃなくて、うん、いや本当に無味。あの物量に対しての調味料の量が少なすぎるんじゃない。なんか凄まじい量作ってた。いや本当にびっくりだよ ね俺さ本当に分かんなくて、うん、でもすごいのよ、うん、確かに多かったと思う。分かんなかった、うん、俺分かんなかったからじゃがいも10個入れたの1回目のポテサラをね。うん気持ち悪いな。そしたらマジやばいことになっちゃったから、うん、半分にしよう2回目はと思って、うんうん、2回目じゃがいも5個で作ったの、うん、すごいよ量変わんない。いや変わるだろ。いやいやマジ変わんなかった。いやあれ本当になんで。いや水とか入れた。入れてないよ。だったら玉ねぎとか入れたんじゃないの。玉ねぎは入れたよ。ねえそれが多分玉ねぎ1個くらい。でも玉ねぎは同じくらい1回目とそんな変わってないもん。いやいやちょっと何か入れてんだよ。質量保存の法則ってものがありますからね、うん、そうですよね。でもなんで膨れ上がるんですかね、うん、怖いんすよ。ツナ缶の汁も一緒に入れてないだって。ツナ缶の汁僕絶対切る派です。ありがとうございます。ここだけは譲れないの本当に。対戦ありがとうございました。ありがとうございました。